もしあなた何かご用ですか？どうしてあなたのような方がここにいらっしゃるんです？え？大使ではないですよね。沖田さん、男女帯で花がないものでね、せっかく伊藤さんたちがいらしてるんだし、せめて目の保養にと。まあ綺麗でも刀で切るなんて随分荒っぽいですわね。少々荒っぽいところが天然理心流の流儀なんです。君まだ後片付けが残ってるんだろ、早く戻りな。はい。お花ありがとうございました。沖田さん、妖怪。なんだ、やっぱりあの有名な死病ですか。驚かないのか。面と向かって言われるとさすがに困ったな。笑い事ではなかろう。今すぐ新選組を離れて療養した方がいい。空気のきれいな場所でゆっくりと。新選組を離れる、それはできません。命が長くても短くても僕にできることなんてほんの少ししかないんです。新選組の前に立ちふさがる敵を切る、それだけなんですよ。先が短いならなおさらじゃないですか。ここにいることが僕の全てなんです。しかしお前さんの覚悟は分かった。ならばなおさら今後は私の言いつけを守ってもらわねばならんぞ。くれぐれも無理はしないように。はい。あ、近藤さんたちには言わないでくださいよ、先生。約束ですからね。千鶴ちゃん、出ておいで。もういいから。はい、こっちこっち。もしかして今の話本気にした？こんな冗談みたいな話誰にも言わないよね。もし誰かに言うつもりならやっぱり切らなくちゃならないかな。沖田さんはいつもそればっかり。そうかもね。よしっと。終わった？出てるんですか？寝てる間に汗かいたからね。ひとっ風呂浴びて日向ぼっこしてたんだよ。いくらお天気がいいからって髪濡れたままじゃ風邪ひいちゃいますよ。大丈夫だよ、これくらい。大丈夫じゃありません。もっと自分の体を大事にしてください。ねえ、君って意外と口うるさくて変に心配性で土方さんみたいだね。だからきちんと乾かしてからじゃないと。千鶴ちゃん、ちょっとなんでこんなに強引なのさ。なんででもです。もういいよ、ほとんど乾いたから。あ、私一つ質問したいんだけどな。あのさ、僕の髪型どう思う？似合うと思いますけど。そっか、よかった、ありがとう。実はね、これ近藤さんの真似してるんだ。確かに言い方が同じですよね。伊藤さんに接待された？だし、声がでけえぞ佐野。引き抜きの誘いだった。引き抜き？今の新選組に不満はねえかとか、上位のできねえ幕府はもうしまいだとか散々言われて、挙句に一緒に来ないかってな。長倉さん、なんて答えたんですか？しこたま飲み食いさせてもらってから、どうもあんたたち相手だと楽しくねえって。はじめくんも一緒だったんだよね。
ああ。2番組と3番組の組長を接待して、どうして1番組の僕が呼ばれなかったのかな。誘われたら伊藤さんと一緒に行っちゃうんですか。当然。え、沖田さん切っちゃうかも。もう冗談に聞こえません。病のことは千鶴に聞きました。この落ち水を飲めば蝕まれた体も治ります。具合はどうだ、掃除。おいおい、寝てなきゃダメだろう。すっかり体が冷えてるじゃないか。大丈夫ですよ。いやー、いかん。ほら、冷えは万病のもとだぞ。ああ、雪村君。すまんが、熱いお茶を一杯お願いできるかな。はい。近藤さんの匂いがする。ん？に、匂うか。ん？何がおかしいんだ、掃除。いえ、別に。でも僕は近藤さんのそういうところが好きですよ。好きって俺の匂いがか。近藤さん、そろそろ出かけねえと。ああ。何さっきから。その羽織を着てるとますます近藤さんみたいですね。君、あんまり生意気言うと本当に切っちゃうよ。いくら仇を討ちたいと願っても、刀を振るうことすらままならないのか。あなたは戦えますか。僕は戦える。うわナグモカオル、近藤さんを撃ったのは君。落ち水飲んでくれたんだ。新選組一の剣士と謳われる沖田を羅刹にできるなんて光栄だよ。質問に答えろ。Ugh!